昔の人なんで、館長先生とかさ、電話とか、ね、僕ら内弟子だから、本部に住んでるじゃないですか。休みの人が電話かかってくるんだよ、たまに。なんか用事があってね。その時に館長先生が発する言葉が、ああしか言わないんですよ。で、その、ああって言うから、っていうんで、僕の一個、一年先輩の知野先生が問い詰めたらしいんです。あーって、あなた誰ですか？名前言ってください。で、その後、竹野先生、来こっぴどく怒られたらしくて。何にも失礼なこと言ってんだとか、館長先生から電話かかってきて、何を言ってるんだって、もうすっごい怒られたらしくて。で、僕はそれを聞いてたもんだから、電話かかってきて、ああって、ああ、館長先生、おはようございますって言ったら、ちゃんと対応ができたもん。で、こういうのもうち弟子のさ、あれでさ、もう本当にその館長先生の一言で全部を察する。何を求めてるの？今この時期に館長先生は何を知りたいのか、何をやりたいのか、全部こう、把握しとかないと、後で偉く、竹野先生に怒られる。館長先生は怒んないんです。で、館長先生があの日電話かけたんだけど、あいつが出て何もわかんなくてとかって言ったらもう竹野先生がパチンと切れて。次の日偉い。なんか塩田五郎、本当に怒ってるイメージが全くなくて、まあ、竹野先生がなんか代わりに怒ってるっていそうう。そう。もうすごい怖いよ。それ、稽古中にね、稽古中に、館長先生が道場にいらっしゃるわけですよ。その左右に、千田先生と竹野先生は両方ついてるわけです。両方いらっしゃるときはね。で、竹野先生に、機動隊稽古でもさ、来たら、館長先生がチクるわけですよ。あいつのあそこが良くないとかって言われたら、もうその後は大変なことに。竹野先生、ピチーンってきて。ほら、なんだ、それって。館長先生に怒られるんじゃなくて、竹野先生にいつも怒られる。それって塩田五郎が言ってるんですか？竹野先生に、あいつはあれなってなかったぞって、多分言ってないですよね。多分ね、技のことなんで、技を注意されると思うんですよ。全体的に高いとか、もっと膝を曲げた方がいいとかね。体勢を低くしろとか。そういうことを一言でも、言われたらね、それは大変なことになるわけです。で、一般の時間でもそうだし、日頃、先生たちの雰囲気が、新宿道場と、昔は新宿道場と小金井道場があって、で、小金井道場のところは竹野先生が担当してて、新宿道場は千田先生が担当してて、で、新宿道場は千田先生もカラーがすごく強くてね、で、すごく、フレンドリーというか、ね、会員さんにも、こう、すごく話しかけてくれて、っていう雰囲気。で、小金井の方はすごいピリピリとした、こう、武道をやるぞ、真剣にやらなきゃダメだっていうぐらいの雰囲気の、道場って全然違ってね。で、ところが、そういう新宿道場でも、館長先生がいらっしゃったら、もう先生たちがみんなピリピリしてて、というのが、以前ですよね。70歳以前の厳しいことでしょうね。それを引きずってる時ね。で、昔厳しかったんだろうなと思ってね。それがだんだん館長先生もこう変わってきてっていうことはあったのかもしれないでなんか、すね。ね。僕が教わってた先生方も二つに分かれて、まあ、なんでしょう、千田先生系列の方人は、まあ、優しく教えてくれて、そうそう。竹野先生の、あと、僕の父も竹野先生と同じです。もあ、厳しいう、方ね。初めしか言わない人でしたから、稽古では。初めしか言ってない、言ってないで1時間半。正面打ち一箇条際に、初めしか言わないで帰っていったんで。そうそう。で、そうなんですよね。
志田先生が来るとホッとする。ああ、はいはい。で、僕らの時は、週一回、木曜日だったと思うんだけど、竹野先生が新宿に行って、千田先生が小金井に来る。はい。だからその小金井に千田先生が来て、機動隊稽古やると、みんな、ああ、よかった。という感じ。ああ、いつもと逆になったんですね、それ。そう。はい。そういうのがあってね。でも結構ね、優しいんですけど、結構厳しいんですよ。うん、やってみたらね。本当は厳しいんですけどね、はい。そういうのとかね、結構ありました。そう。井上先生に聞いた話とかあるんですけど、はい、正弘君知ってるかな、井上先生が、飲みに行って、はい、いざこざとか、まあ、喧嘩じゃないけど、ナイフつきつけられたことがあって、話聞いたこと、はい、知らない人から。そう。はい。で、井上先生は、そのナイフを持ってナイフの手をパッと掴んで、で、三箇条を決めて、で、三箇条の投げあるじゃない。投げ、はい、こうやると、当然、体は前屈するじゃない。で、僕らは合気道知ってるから転がるけど、合気道知らない人は顔面からガーンって叩きつけるような形になる。はい。お互いに酔っ払ってるから、井上先生はあんまりこう力加減ができなかったっていうのもあって、で、場所も場所で、ちょっと溝を、下水道じゃないけど、ね、ちょっと水があるようなところに叩きつけてしまったと。で、まあ酔ってるから、もうそのまま、もう置いて家に帰ってきたんですって。で、朝になって、ちょっと正気に戻った時に、ね、下水道じゃないけどね、顔突っ込んだまましてるから、その窒息してね、死んでるんじゃないかと、と思って心配して、新聞いろいろ見てるの、名前は死んでるって人はなかったと。でも、そんなことをしてしまった、合気道をね、外で使ってしまった、申し訳ないことしたと。で、その日の朝、館長先生と会った時に、実はこういうことがありまして、合気道を使ってしまいましたと。本当に申し訳ございません。申し訳ありませんでした。って、こう、井上先生が、館長先生に謝ってそうです。そしたら館長先生がその話をずっと聞いてて、お前は何をやってるんだと。はい、やるのは、担当を持ってる方の手だと。ハンドルを決めるなとか怒られたって話。で、井上先生その後で笑ってて、はい、おお、そう、はい、壊れたんだ。担当、こっちを攻めるべきで、はい、反対を攻めやったら危ないだろうと、はい。武道家としてはこっちを攻める。持ってる方を攻めるんだ。はい、何言ってんだバカかとか言って、すっごい怒られたって話。井上先生は、合気道を使ったことを注意されると思ってたのに、はい、全然違うポイントで怒られてさ、とか言って、すごい、はい、飲んだ時にしてたんだけどね。僕今、最初に、森先生が話し終わったり言おうと思ってたけども、だから、三箇条のよっぽどの効き目があるのか、刃物持ってる方じゃない方に三箇条かけてって聞いたときには、びっくりしましたけども。あ、やっぱり武道家なんだね。こっち、その、ね、猶予ない時にもう刺されちゃったらもう終わりだからもう、だからその前に当て身とか入れたんですかみたいなこととかを今聞こうと思ってましたけど。なんかもう、振り下ろしたら、そのままバーンってこう、前屈で倒れたみたいな。なら、ね、そのまま、行っちゃったみたいだけどね。でもまさか、そこを注意されるとは、とか、井上先生は、びっくりしてたけど。でも、ね、無事だったことも、どうなったんですかね、その人は。ね、まあ、その後、ね、酔っ払いだから起き上がって帰ったんでね。ね、まあ、いろいろ、あるよね。飲み会の時とかさ、打ち石で行ったら、日頃よく飲む、稽古終わった後、先輩と飲むのよね。ああ、はい。で、飲むっていうかね、飲ませられるっていうか、ちょっと、大変なんですけどね、はい。うちらは朝早く起きて掃除しなきゃいけないからさ。はい。で、先輩は、掃除しないから、7時ぐらいとか8時ぐらい寝てるわけよ。早く寝たいんだけどって言うんだけど、でも飲ませていただくわけよ、ね。その時にちょっとした話を聞くんだよね。
だからどういう話聞いたかっていうと、本当合ってるかどうかわからないんだけども、館長先生が若い子、終戦後、はい、終戦後、まあ、帰ってきて、で、当時新宿歌舞伎町とか、ヤクザ連中が、賭博将棋をやってたらしくて、で、まあ一般の人とやって、で、金を巻き上げてっていうことをよくやってたらしい。で、館長先生はそれ知ってて、で、わざとその将棋のところに行って、外から見学しててね。で、明らかにこれは、ね、素人さんがお金巻き上げられそうだなっていう時に、あ、これはイカ様やと、イチャモンつけて、その将棋をバーンひっくり返す。うん、そしたら、ヤクザ連中は周り囲んで、俺は何すんねんっていうことでね、危ない状態になって。で、囲んだ状態でうわっと襲われるのに、館長先生はそれを望んでやって、多数取りの、ちょっとどういうふうに多数取りが効くのかを試してたっていうのを先輩から聞いたことがあって。はい。で、館長先生はそれが終わって帰ってきて、多数取りってあれ効くんや、とかいう話。あと、合気道の当て身っていうのはすごい効くんや、とかいう話。肩とか、一本突きとか、はい、背中とか、でね、こう、入り身でこう投げたりとかっていうのを動きながらこう、いろいろやるわけだ。で、それが、すっごい効くんだ。多数の本当に実践によく効くっていう話を、まあ、内弟子の先輩にされてたらしくて、でそれを僕は飲み会で、そういうもんなんだと思いながら、聞きながらね、昔は、試しに行くことができたけど、はい、今はやっちゃダメだけどねっていう話で、そういう話を聞いたり。なんか本でも書いてあります。終戦後ね。そうですね。試しに行ったというか。そう。で、そういう話をね、聞きますよね、どうやってやってたのか見たいですけどね。ねえ、それこそビデオ撮っとけばねって、撮ってほしかったなっていう。うん。